シェリーチャンネル。どうも、シャロシェリーです。おいです。田中翔です。田中祐介です。はい、よろしくお願いします。おいです。おつまみ選手権も終盤戦。はい、ラストのシェフ、後上隼人シェフ。はい、よろしくお願いします。はい、相手ここまでね、7点、8点、4点なかなか高得点が並んでおります。はい、これを超える自信は僕はあります。というのも、翔くんの好物を2人とも入れてこなかったっていうのが、あ、これはちょっとポイント稼げるなと思って。なるほど、俺のことを知っている宣言。そういうことよ。まあ、ここで隼人くんが出る得点によって受ける罰ゲームの変わるんで、今一番近いのは雄一シェフなんで、僕はもう罰ゲームのこの時点でないとね。調理編まで、はい、行きましょう。はい、えい、行こう。お腹すいたよ、隼人くん。散々食ってたな。僕が作るのは、最初に言うと、みんな翔くんの好物何かって分かってない。翔くんの好物はですね、ポイントです。エビです。おお、そうですね。翔くんが好きなのはエビ。おお、今回だからこのエビを使って、最初アヒージョにしようと思った。パン買う金がなかったから。まあね、ワンコインですからね。あ、ダメだと思って、ライスシュリンプをちょっとやってみようかな。なるほど。ちなみに食べたことあるけど、作ったことないんで全く分かんないんだけど。今までの2人はすりニンニク使用してましたけど、早田さんは生ニンニクと、うん、生ニンニクですね。なんかニンニクを炒めた時の食感っていうのも結構美味しいじゃないですか。確かに。やっぱニンニクって味だけじゃないんですよ。癖になりますよね。ですよね。このニンニクをやってる時の尺何もない。話すこともねえかな。なんか恋バナとかないんですか。恋バナねえな。逆にみんな。逆に。おっぱい触りたい。おっぱい触りたい人が若干1名。逆にさ、カモン。女の子目線だと男が料理できるのっていいのかね、悪いのかね。あ、でもやっぱいいんじゃないですか。なんかテレビで見ててさ、有名な芸人がさ、料理うまいっていうのでさ、女優の方が私よりうまいから料理をしたくないっていうのを見てたの。それはね、だったらもっと精進しろよって話だよね。あ、その女優が。俺、ある前にしながら料理するんやん。ちょうど、あ、でも景色はいいですよ。まあ、家じゃ料理しないですけど、飲食自体も割とやってたんで。バイトがね。バイトは、やっぱいいっすね、ニンニクを切ってる音っていうのは。何切っても変わんねん。あ、でも匂いすげえ。すごいね。生に限る。唯一だからね、俺が今回分かんないのがね、殻付きのエビを買いたかったんだけど、高くて買えなくて、買ったの甘エビなんですよ。おー、なるほど。甘エビを火を入れるってことだから、それがちょっとどうなるか分かんない。僕も未体験で。まあ、普通はこのまま食べますよね。まあ、普通はね、うん、俺も本来だったら火通さないでこのまま食べたい。あれは何なの。どこかでビビエ。ニンニクを刻んだところでもやしを取り出した。こちらのもやし。はい。もやしはやっぱり安くてうまいからね。そうなんだよね。これだって30円とか。30円。やばくない？うん。素晴らしい。なんでもやしかっていうと、エビだけになるから。ああ、なるほどね。さすがに腹って絶対たまんないなと。これのお腹の容量を見抜いてかさましよう。まあ、すでに。翔さんはもうニンニク臭いですけどね。みんながニンニク入れてくるから今んとこ全員ニンニク入ってるよ。死んでやがる。安らかな顔しやがる。生きてるんだぜ。まあ、フライパンを温めて、フライパン温まりましたかね。フライパンは当たり前です。はい、温まりました。おお、油三枚じゃない。
あいつ太らせてやろうと思ってるから。すげえぞこの肉は。匂いがやばい。問題はね、甘エビなんですよね。甘エビ火通すことないから、タイミングがどのタイミングかわかんない。どのタイミングだろう。もういっかわ。弱い気がするな。ね、中火です、ね。中火なの今。いや大丈夫、肌壊すもん入ってないから。あ、まだ多数、うん、私ちなみにこういうニンニク苦手なんで食べたくないっす。あ、そうなんだ。すーげーよ、匂い。もやしで中和すると。そうです。もやしが先なんじゃん。いやもうね、マジでね、甘エビが分からなすぎてさ。匂いはいいんですけど、色味的にはまだ決して。そうなんだよ、美味しそうでは。味付けはね、味付けは まだしてないけど、うん、量をかさ増ししようと思ったもやしだ、すごい邪魔だよ。なんかエビが主役なはずがもやしが主役になってる。もやし炒めです。もやし炒めになってるんです。水甘い確かに。もやし水甘い。ガーリックもやし。ちょっと、ゆういちさんは五分になってきたから。交渉ですか。塩、まあ、塩コショウ振っとけばね、大体間違いないから。なので、もう翔くんちょっと口臭くなってほしいから多いんですよ。え、うわー、あーすごい匂い。色味悪いな。エビはもう火通ってそうなったのがあるけどね。もうエビはもう多分大丈夫だよ。やっぱり逆だったんじゃないの。それはね、あるかもしれない。ちょっと私の料理とかぶってきてますよね。エビがあるかないかみたいな。これは俺の点数アップに逆にあるかもしれない。2人があったかいものに対して俺は冷たいから。確かに確かに、うん、まあ色味は悪いけど、まあこんなもんでいいんじゃないかな。はい、まずい。完成。さあどうだろう、これは。では、はい、早田シェフの料理が完成したということで、はい、こちら商品名はガーリックシュリンプ一応。いやね、ちょっとね、食材がね高いんだもん、買えないで。まあこれが500円以内で。そうだね、これで450円ぐらいだった。なるほど。じゃあ早速、はい、実食、はい、させていただきます。まあ実食はエビなんだよね。まあ実食エビでもやしじゃないか。エビをいただきますね。はい。おっと、意外と薄いね。あ、意外に薄いんだ。おっと、案外振ってたように見えるんですけど、やっぱもやしって炒めると水分が出るんで、うん、薄くなるんですよ、うん、もうちょいかなって感じがするんですよ、ね、場所によるんじゃない。ちょっとニンニクも一緒に。そうだ、ニンニクも一緒に食べていただいてみますね。ニンニクは結構味が乗りやすい。ここまでいっちゃうんだね。尻尾も食っちゃってます。何でも食べちゃう。いかがですか。まあまあ嫌いじゃない。お、ビール進む。ビール飲んで。からの、おっと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 。ニンニクはやっぱ強火で炒めないとダメだなって感じで、ね、まだ取ってないんだ、うん、なんかね、ニンニク独特の辛みっていうのがちょっと残ってるな、うん、半生かな。でもまあ箸は進みますよ。進むんかい。まあ大体ね、ニンニク焦げ目つくまでね、うん、やりますからね、うん。
意外に薄いでしょ。やっぱもやしか、もやし山だったら甘エビってこんな炒めるようじゃないから食べ応えとしては皆無です。なるほど。すごいよ。もやしだけ行くとマジあれしないと。あー、ニンニクを。あー、ちょっと辛みが残ってるんですよね。うん。だからまあ工夫としては、うん、エビに最初から塩コショウ振っとくとか。下味でしょ。そう。つけとくとか。うまい。うまい。肉にもうちょっと火を通してほしい。まあそうですね。はい、気になる得点お願いします。いきます。さえたくんのガーリックシュリンプカポアラ。得点は。7点。やったー。マジで。並んだぞ。並んだの。7点同点です。つまりじゃんけん大会です。いやじゃんけん芸かよ結局。というわけでじゃんけんでじゃあバランスゲーム決めましょうか。はい。じゃあ最終決戦。テクニックエビクセ。じゃんけん。よろしいでしょうか。はい。参ります。俺チョキ出す。お。じゃあ俺グーで。最初はグー。じゃんけんポイ。ひよったな。ひよったな。次何だ。俺、うん、グーだ。じゃあ俺はパーかな。最初はグー、じゃんけんポイ。ひよったな。ひよったぞ。次で決める。最初はグー、じゃんけんポイ。グーグーさんが罰ゲーム。絶対俺の方がうまかったよ。だってもやしとじしかしねえもん。残念ながら最下位になってしまったゆいさん、はい、罰ゲームです。嫌です。まあ私も3人にね料理を振る舞ってもらって僕も振る舞わないのはさすがに不公平だと。なるほど。私も作ってきました。ブルダック炒め麺でございます。ブルダック炒め麺、はい、ライブのいただき物でもらったんですよ。これのインスタントラーメンバージョンかな。ぜひ激辛YouTuberとして食べてくださいって。何の激辛YouTuber やれたんで。カップの色見てください。黒いっすよね。黒い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 ですよね。黒い。僕担当カラー何ですか。緑ですよね。やっぱ僕が作ったからには緑成分欲しいなと思って。はい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 。え？何これ？青唐辛子。ハバネロ？はい。お前もお前も。キモいわお前。こちらをちょっとかけていこう。待って、これで一回食べさせて。オッケー、じゃあスタンダードでいきましょう。うん。一回スタンダードで食べ。一旦、はい。だってこれで待って、まあ、だってさ。激辛って書いてあったよね。あ、じゃあ分かりました。一口僕食べますよ。で、それで辛さどんぐらいかって。僕も辛さ苦手なので僕も一口いただいていいですね。一口いきます。いやでもそれこそ匂いすげえぞ。よし。あーしーってるやん。あーあ、そんな？やべ、鼻抜ける。で、鼻抜ける？鼻抜ける？鼻抜ける？どういうこと？ということで、ここにちょっと緑成分を足していきたいと思います。いや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 、おかしいじゃん。じゃあいらんやん。見て、これ美味しいやつ。これね。いや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 、やばいよそれは。これをちょっと一回し。いや、半回し。いらん！もういらん！もういらん！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 お前さ！お前さ！混ぜてもろて。混ぜてもろて。
だってさ、さっきでそんなさ、あ、でも見た目はね、美味しそうだな。やばいよ、これ絶対。シーさん、はい、お願いします。お願いしますっていうか、いただきます。一応振る舞ってくれたやつだもんね。これ前よりやばい気がする。前よりやばいと思うよ、これ。地獄を超えるか。でももう一口いくぞ。もう。いや、こぼれてる。ありがとうございました。動画を見てくれてありがとう。むっきんです。 SNS は概要欄からよろしく。チャンネル登録と高評価もよろしく。バイバイ。バイバイ。